おはようございます。おはようございますと言っても、起きた時間が昼近いので、もう時間的には昼ご飯ですが、パスタとコーンポタージュです。あ、これ美味しいです。最近パスタソースを自作して、食べるのにハマってるんですけど、これはバターとマヨネーズと焼肉のタレと、あと何入れたっけかな、塩コショウとか、あと、サバの缶詰を砕いて入れたんですけど、すごい美味しいです。かなり甘さ強いんですけど、パンチがあるみたいな感じで美味しい。コーヒー休憩です。うん、美味しい。コーヒーのお供はこれ、週末に三春に行った時に買ってきたフルーツアマンド。これめちゃくちゃ美味しそうじゃないですか。めちゃくちゃ美味しそうだなと思って買ってきてみたんですけど、あ、なんか想像より甘くなくて美味しいですね。もっと甘々なのかと思いましたけど、この素材の味がしっかりと味わえる感じ。上にアーモンドが乗ってて、中にこう砕かれたフルーツ的なのが入ってるんですかね。これの味がすごい味わえて、フルーティーな、見た目以上にフルーティーな感じで美味しいです。コーヒーに合う。なんか無駄な味付けしてないので、素材の味が感じられていいですね。この食感もいい。コリコリしてる感じ。なんか最近にしては今日は暑いですね。今26度ありますけど、最近の涼しい気候に慣れると若干暑く感じる。まあ日が出てないだけマシですけど。今からですね、髪を切りに行きます。月始めに切るって決めてたんですけど、めんどくさくて行かなくて、8月の初めに行ったのが最後かな。なので2ヶ月ぐらい髪切ってなかったら、もう爆発寸前になってるので切ってきます。やっぱ2ヶ月ダメですね。もうせめて1ヶ月半とか、まあ、だから毎月は切らないといけないですね。月始め、今もう9月の終わりで10月になるんで、丸2ヶ月、ん、小指立ってた、丸2ヶ月切ってないことになってるんで、ダメですね。やっぱ毎月切んないと。何ミリだったっけかな、3ミリだったか忘れましたけど、まあとりあえず切ってこよう。ダメですね、2ヶ月ほっとくのはダメだ。お、かなりいい感じになった。どうですか、脇3ミリで刈り上げてもらって全体的に結構短くしてもらいました。いい、めちゃいい。やっぱ髪切るっていいですね。身も心もすっきりします。いい感じ、気に入りました。完全に雨降ってきましたね。やばいやばい、風強いし、やばい、本格的に雨降ってきた。そうでしょ、あ、よかったよかった、続いてきた。通り雨的なやつでしたかね。早めに通り過ぎよう。いやー、そこそこ、てかね、湿度がすごく雨降ってるから高くて、それで結構汗だくになりましたけど、 IKEA に来ました。IKEA ね、でも2週間ぐらい前に家族と一緒に来たばっかですけど、 IKEA、 お、さすが平日の夕方、空いてる、めちゃくちゃ空いてるんですけど、
ここの1階の軽食コーナー久々に使ってみようかな。久々って言ってもね、ここ初めてイケアに来た時に1回使ったことがあるんですけど、ほんとそれ以来くらい、2019年のくらいからだから1回しか使ったことないんですけどね。5年くらい前に1回使った記憶があるんですけど、それ以来だと思います。本当にですね、あれ多分自分の本当に2019年とかにアップした一番最初の Vlog だったんですよね。仙台に旅行に来た時に初めてイケアに行って、あそこの軽食コーナーで食べたんですけど、その1回しか行ってなかったんですけど、改めて行ってみたらめちゃくちゃ便利でした。いいですね、あそこ。毎回ねレストランに行っちゃうんですよね、せっかくだからと思って。でもあそこで軽く済まして買い物するっていうのも結構ありかもしれないです。もう言うて閉店45分前なので、あと15分するとあの閉店の蛍の光が流れてくると思いますけど、さらっとショールーム見てマーケットホールに行きます。すごい、本当に人っ子一人いない。これかな。もうクリスマスの時期か。だんだんとクリスマス製品が出てきてる。これ材木が格安で売ってるのいいっすね。 DIY できるじゃん。車ないと持って帰れないけど、やばいやばい、閉店時間までいてしまいました。7時。はい、ザモールに来ました。お目当てはこれですね。メガネを直しに来ました。メガネがね、これね、映像で お分かりいただけるかわかんないですけど、この映像向かって右側の、右側じゃない、左側か、左側のこの耳にかける部分が若干外側に曲がってて、めちゃくちゃかけ心地が悪くて滑り落ちてくるんですよね。あと鼻当てのところも若干曲がってたりして。お世話になってるメガネ屋がこのザモルに入ってるので、ちょっと直しに行きます。ザモールもね、半年ぶりくらいですね。やっぱ平日人少なくて楽。最近も人多い時ばっか行動してたので、めちゃくちゃ快適です。ほら見てください、このガラガラ具合。別に寂れてるわけじゃなくて、平日だから空いてるんですよ。土日は本当にね、身動き取れないぐらいの人だと思うんですけど。
いや、いい、快適。ここですね、メガネの和信さん、ちょっと修理してきてもらいます。 OK です、しっかり直りました。めっちゃいい感じになった。完璧。なんかあの耳にかけるところ曲がってたのが、修理するのに結構力を入れて直さないといけないから、もしかしたら折れるかもしれないって、で折れた場合なんか保証とか効かないからメーカーに送んなきゃいけないとか言われて、壊れるかもしれないよみたいなこと言われてめっちゃビビってたんですけど、しっかり治ったみたいです。いや、よかった。鼻当てのとことかも治って、で結構ね今見え方がね違って、なんかなんだろうな、メガネ作りたての若干見え方おかしい感じになってるんですけれども、これ多分ね これが正常なんですよ。多分今までのメガネの形が悪かったから、でその悪い見え方に慣れてたから、今正常な見え方になって、それに慣れてなくて少しあの違和感があるんですが、まあもう少しするとあの慣れるんじゃないかなと思うんですけど、ちょっと見え方がおかしい、おかしいというか、まあこれが正常なんですけれど、正常な状態に違和感があるみたいな感じですね。このモールもう何回も来てるんですけど、一向にどこに何があるかっていうのを覚えられないですよね。あの単純にお店の数が多すぎるのと、あと何階に行っても作りが同じなんですよね。だからごちゃごちゃになる。ここの雑貨屋おしゃれで好きなんですよね、ラコレ。あのあと少し買い物をして、今8時ぐらいですね、帰ります。さて、夕飯はラーメンです。めちゃくちゃ美味しそう。いやー、めちゃくちゃ美味しい。元気が出る味ですね。IKEA で買ってきたものを紹介します。まずはまあこれは台所のスポンジですね。あとはこちら、これはフォトフレーム的なやつで、あのここに地元で買ってきたポストカードを飾っているフォトフレームがあるんですけど、それと全く同じやつ。あのまだ飾りたいフォト、なんだっけ、飾りたいポストカードがあるので、それ用に買ってきました。まあもうちょっといっぱい買ってきたかったんですけど、ちょっとあのバックパックに余裕がなかったので2つだけ買ってきました。全く同じやつですね、この前買ったやつと。これあの服のホコリを取るなんかコロコロ的なやつですね。これねすごい何気に便利で、あのここが粘着になってるんですよ。だからあの床をコロコロしてホコリ取るやつのハンディバージョンみたいな感じで、服の汚れをこうやってささっと取ってっていうことを、あの出かける前とかにやれるので、これ何気に重宝してますね。あとはこれ、そう、実は週末にまたあの家族が来るんですよ。家族が仙台に用事があって来るっていうことで、 IKEA に行くって言ったらお使いを頼まれて、このあ、1.2 リットルのジップロックというか、この保存するビニールのバッグです。まあこれを買っといてくれということでした。なんか 1.2 リットルだけでよかったらしいんですけど、なんか2種類入ってるやつ買っちゃいましたね。1.2 リットルと 2.5 リットルだから、相当でかいやつが入ってるやつを買っちゃいましたが、まあいいでしょう。で、これがあの今回IKEAに行った大きな目的なんですけれども、こいつ。これね、あれですね。なんて言うんだろう、ケトルというかポットというか、魔法瓶ですね。中に入れた飲み物が冷めたり温まったりしないっていう、ん？いいのか。冷めたり温まったりしないっていう、まあ、飲み物を保存しとくやつですね。うん。で、これがですね、家族が前この魔法瓶、保存瓶を、全く同じやつを買ってたんですよ。で、この前自分が帰省した時に、祖母が会津に地元に住んでる方の祖母が、うちの実家に来て一緒に飲み食いをしたんですけれども、その時にこの魔法瓶があって、あ、これ私欲しいっていうことで、なんかこれがすごいなんか祖母的にデザインというか機能性というか大きさといい、なんかすごいマッチしてて、なんか自分寝室に飲み物とか持っていくときにこれが欲しいって言ってて、でもこれ仙台にしか売ってないってなったんで、買ってきてくれってお使いを
頼まれて、なのでこれは祖母に差し上げるように買ったケトルです。本当にこれがいいって言ってたんですよ、祖母が。このイケアのこれがいいって、地元の祖母が言ってたので、買って差し上げることにしました。まあ、祖母に直接会うのはまだまだ先なので、とりあえず、今週末家族が来た時に家族に渡して、祖母に渡してもらおうかなと思います。これもすごい安い。もう800円、799円とかで売っているもので、どんぐらい入るんでしょうね、容量は。書いてないですけど、2リットルぐらいは入りそうなんですよね。まあ、そんな感じの魔法瓶です。はい。この2つは、あれです。ザモールに行った時に、3コインズで買ってきたものたちですね。まあ、容器なんですけれども、なんか、飾りですね。で、これがなんか、犬用の、犬の餌を入れる、足つきフードボールって書いてあるんですけど、これテレビ台のとこにある観葉植物を入れるのに、なんか、良さげだなと思って、買ったやつですね。別に、犬の餌を入れるわけではありません。で、これは、その、珪藻土でできた筒状の、なんか、歯ブラシとか歯磨き粉とか立てて収納しとくやつなんですけれども、こちらも別に歯ブラシを立てるわけではなくて、お香を入れておきたかったんですよ。お香をここに刺して炊くんじゃなくて、お香をこう見せる収納的な感じで、お香の香炉の隣に、お香をおしゃれに収納しておくために買いました。まあ、こんな感じですね。まあ、どちらも、用途外仕様ですけれども、どうしよう、ここで開けようかな。あっち暗いからここで開けるか。これも、なんかすごいね、現物を見て、すごい良さげだったので、おしゃれだなと思って買ってきたんですけど、スリーコインズって何気におしゃれなんですよね。うん。だからたまにあれば覗くんですけど、まあ犬用のフードボール。こんな感じ。あ、やっぱおしゃれだな。はい、こんな感じで木の土台がついてて、この上にこの、陶器でできたボールが乗るっていう感じで、こんな感じですね。すごいおしゃれじゃないですか。ここに観葉植物を置いたらすごいおしゃれなんじゃないかなと思って、まあ、ただ見た目ですねって買ってきて、でこのボールの色もなんか3色ぐらいあって、このなんか中間ぐらいの濃さの色を選んできましたね。これがなんかしっくりきました。でもう一つこの珪藻土のやつ、これもね、なかなかおしゃれだったんですよ。あ、やっぱいいですね。ほら。かっこよくないですか？なんかちょっと厚みがあって重厚感があって、ここにこうなんか、散らばって入ってるんですよ。なんか、なんだろうな。模様というか、ただの模様じゃない、なんかちゃんと入ってるんですよ。こういう、石というかなんかこういう模様が入ってて、これがすごいおしゃれで、これにお香立てといたらおしゃれなんじゃないかなと思って。うん。買ってきました。ということで早速設置してみよう。あそこに観葉植物あるじゃないですか。ここに、あ、良くないですか。めちゃくちゃおしゃれじゃないですか。おー、かなりいい感じ。これね、なんかすごいデザイン的に気に入ったので、この手の観葉植物いくつかあるので、まあ、何個か買ってきてもいいかなと思ってますけど、まあ、とりあえず結構いい感じですね。で、お香とかも、ここに、お香の、香炉がここにあるんですけど、まあ、どうだろう、これ、もうちょっと、こっちに寄せるか。で、とりあえずここら辺に置いとくか。これで、あれだな。こういうコースターとかを下に敷いたのがおしゃれかも。こう。なんかちょっと雰囲気違いますけど、まあいっか、とりあえず。これで、まあお香をね、こういう箱のまま置いてたので、なんかちょっと、まあこれでもいいんですけど、デザイン的に、まあ一本しかなかった。これと、今耐えて、待って、全部一本しかない。
まあ、こんな感じで何本かストック的な感じで刺しておくと。あ、おしゃれじゃないですかこれ。結構こんな感じになりますね。細かいところですけどかなりいい感じです。こういうね、結構大物系がこの部屋揃ってきたので、こういう小物系に焦点を当てて、なんかおしゃれなの探していきたいですね。結構無機質なものが多いんですよね、この部屋って。まあ、この下のテレビ台とかもそうですけど、無機質なものが多いんで、こういうなんか質感の高いものを、まあ、この小物系少し増やしていくと、結構いい雰囲気になるんじゃないかなと思います。でも結構小物をね、いっぱい増やしていくと結構失敗するパターンあるので、まあ、統一感というか、なんて言うんだろう、雰囲気を統一することを意識してやるといいんじゃないかなと思いますけれども。いいですね。